有識者、少子化が進んでる。政府、税金を上げて対策だ。国民、また税金が上がるのか。もう子供は絶対無理だな。ガネットで話題。内容はこちら。税を軸に少子化対策を推し進める政府に、批判の声が巻き起こっているようです。では、鈴木啓生さんのツイートより内容を見てみましょう。鈴木啓生。有識者、少子化が進んでる。政府、税金を上げて対策だ。国民、税金が上がるのかい？国民、結婚も子供も無理やな。有識者、ますます少子化だ。政府、もっと税金を上げて対策強化だ。国民、また税金が上がるのか？国民、もう子供は絶対無理だな。もしかして政府は逆に少子化を加速させたいのでしょうか。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。少子化へ対策しかしてない。少子化改善する気はないが増税する気は満々。子育て支援を税金で、まあ、北欧で失敗してるんよ。さらに出生率下がるのが目に見えてる。少子化を止める対策ではなく少子化を進める対策をしてるみたいね。日本人削減政策。少子化対策の抜本的な対策として増税ではなく減税だと思うのですが。次はこちら。とりあえず増税が功績になってる財務省改革か解体しなきゃ。この流れは止まらないな。財務審議卿から抜け出せない総理を引きずり下ろすのは選挙しかないな。選挙も経ていない役人の言いなりなら政治家でいる意味がないからやめちまえ。岸田で日本人が滅びそうで草わらわらわら。マジで首相どころか国会議員やめてくれよわらわらわら。こいつどうにかしろ。財務省とその財務省のポチの元凶です。次はこちら。子育て支援に税金を投入する前に子作りのために税金を減らせよ。外国人支援とか外国人の生活保護とか切ればそっちに子育て支援回せるだろう。子供を育てるのにはお金がかかるのに稼いだお金を税金で持っていくから育てるお金残らないよ。増税して独身男性の可処分所得少なくしたらもっと結婚する確率が下がって少子化が進むだろうにわら。このぐらいのことは小学5年生でもわかると思うぞわら。こいつ大丈夫じゃないね。増税すれば結婚する確率が下がって少子化が進む。まさしく本それだと思います。最後はこちら。男女共同参画事業や若年女性支援や困難女性支援を削ればいい。高齢者医療費と外人給付、参院廃止の上議員数半減、おかしげな NPO 補助廃止で全然回るだろうが。何十年か後に人手不足ってなってもお前らは困らないだろうけど、今の現役世代が困ってツケを払う羽目になるんだよ。いい加減にしてくれ。税を軸に少子化対策を推し進めるのではなく他の方法はいくらでもあるはずです。なぜ増税なのでしょうか。結論。政府は日本の未来のことを真剣に考えているのでしょうか。少子化対策のために増税を行えばただでさえ安い給料で働く若者は結婚さえもできなくなり結果的に少子化は加速します。そんな小学生でもわかるようなことをなぜ政府はわからないのでしょうか。もしかしてあえて増税し日本の少子化を加速させたいのでしょうか。まあさすがにそんなことはないとは思いますが、とにかく税を軸にした少子化対策などありえません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたらチャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。